つけ本番だ。ぶつけ本番でさ、ぶつけ本番でさ、フィニッシュも決めてないままさ、リング上がってさ、これフィルムで怒ってるって言ってるのは別にシュートなんかやってないんだよ。シュートなんかやってなくて、普通のプロレスやってんだよ、二人でアドリブで。ほうほうほう。で僕はもう何百回もかかってるから、いや選手としてしょっぱかったけど、僕はブズノートじゃよかったよって、まあ、絶対それはもう、それは言いたい、完全にそれは言いたいよ、うん、だから僕は作る側をずっとガキの頃からやってるから、だから ECW にいた時なんて田尻もいたしさ、みんないたけど、そのいやこれダメだ、3回回ってこうし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 てとか、もう何回やったかっていう。田中さんなんかマッチメイクしたいカードとかあります？今日本人で、いや、あの例えば今ジミさんがやってる TCW、 TCW だね、田中ただし提供マッチってやるとしたら、どういうマッチメイク組みますか？何がいいですかね。いや下手なもんできないよ、そんな、ね、名前はしたら。そう、うん、いやだけどそれってすごく見たくないですか、うん、見たいですよねやっぱりね、うん、その長い歴史の中で培った女子プロ、僕も同じこと思った、うん、女子プロでなんかね、あの誠かなんか絡めてさ、常年の試合させたら面白いかもしれないとかさ、うん、誠はまだまだあの開発 できてないからね、彼女のあれが。俺はね、今日誠ちゃんと話したんだけど、うん、あれハイジが生きてないんだ、まだハイジ、ハイジカトリナって、 あれはね、女春子がなれる逸材なんですよ。大きいしね、スタイルいいしね、カリスマあるし。どうしたら今日本にいるのかな。いや、イギリスにいるな。あ、そうなの、うん、まあ、それはそうとして、まあ、いや、だからその結局さ、あの、はい、墓場まで持っていくって言い方あるじゃない。ありますね。いや、それね、田中さんがいっぱい持ってそうですよ、墓場まで。墓場まで、ね、まで持ってる話ばっかりし、シュート活字って言うけど、本当にこっちやったことある人は言わないって、うん、なるほどね。でそれ俺、うん、まあ、骨身しみて分かってんだよ、うんうん、だから俺もね、シュート担いって表では言うけど、俺はこっちがかかってるから、自分があれあれやった、あれのアイデア俺だっていうのは絶対言わないもん、人前では。シュート担いは暴くだな、今回やっぱね。シュート担いは暴く、うんうん、シュート担いは絶対言わない。 だってね、なぜかっていうとね、40年経とうがね、はい、時々あの時の DWA のあの試合で、あの時であれ教授が襲われたの、あれはびっくりしましたよ、あれは大丈夫やったんですかとか、マジにね、40年経ってからも言われるわけよ。そこであなた夢壊しちゃったらダメだよ、そこなんだよ、うん、これってすごく大事な一番最初の話に戻りますよね。そうだから、もうそれで、それで言われたらね、いや、それは、いや、あの時はたまたまうまくいったんだよとかってごまかしてしまうわけ。それは、でもすごく大事。真実を知ってても。真実を知ってても。だから、サンタクロースはいるんですよ。そう。っていう話ですよ。だから、絶対言えない。実は、まあ、まあ、本当のこと言うと、もちろん教授とゴルだったんだけどね。うん、もう、まず絶対ありえないと思うかもしれない。言っちゃったよ。だけど、教授とゴルで、はい、もう絶対これやってくれますねと。で、これで、それやったのに、40年経ってもさ、信じてる人がいっぱいいるわけよ。それ大事な話ですよ。だからもう絶対これ言えないなと。だから俺、新馬さんのカバン持ちやってたからよくわかるけどさ、何回嘘言ってんですかっていうさ、もうその、もう猪木有線のあれから始まってさ、もう猪木有線なんて僕の週刊ファイトにも全部書いてるけどさ、はいはいはい、本当の話をさ、はい、本当の話教えてください。いやだから、はい、だからあんなん、いいですよ、これあの、オンエアしないから教えてください。思い出した、うん、柳沢何がしって人は知ってんの。もうなんでだめだよ、くあんなひでえよ、あの子、1970年の僕らから見たらさ、はい、よくこんなやつとかね、たまたま週刊文春に勤めてたとかいうのでね、うんうん、お前全く分かってないマークじゃない、はいはい、全然分かってなくて、だから韓国の話でおかしいなと思ったんだけど、アンチョン猪木さんがあのパクソンの目に指突っ込んだっちゅうね。まあ、分かってない。そんな猪木さんそんなことするわけないじゃん、業界の起きてよく分かってる人が。ペールワンの話だって全然。ペールワンの話、あれそれ昨日ジミさんと話したんですけど、あれもやっぱりだから別に単にそのあの奥さん、あれ、あの新婚旅行だったんで、みんな分かってないんで、あれ、あの新婚旅行ってずっとやってなくて、パキスタンに、それでその初めてようやく2人の時間が取れて、ほんで、それは光子さんがさ、時計ばっかりこうやってやってるわけよ、いつまでやってんのよ、あんたってさ、新婚旅行、新婚旅行でね、買い物とか行きたかったんですよ。だけど、あれ、なんで打ち合わせできなかっただけなんだよ。だって、その
控え室にさ、最初から一族郎党とかがさいっぱい入ってきてさ、俺その打ち合わせする2人だけで打ち合わせする時間がなかったんで。なるほどなるほど。だからしょうがないからさ、ぶつけ本番だ、ぶつけ本番でさ、ぶつけ本番でさ、フィニッシュも決めてないままさ、リング上がってさ、それでこれフィルム残ってるって言ってるのに別にシュートなんかやってないんだよ。シュートなんかやってなくて、普通に普通のプロレスやってんだよ、2人でアドリブで。ほうほうほう。アドリブで、うん、だけどみつこさんがさ、こうやってこうやってやってんだよ。一体いつ今日早くせよって言って言ってんだよ。そういうこと。それでさ、おったぞっていうさ、それで終わらずしかなかったんだよ。だって本当におったらおったぞって言わないっすよね。そうだ、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